はい。それでは、えー、っと、木更木賞と東京新聞杯と副賞、えー、生活をまとめてあります。すいません。ちょっと体調まだ戻ってないんで、ちょっとまとめて尺短くしますんで、よろしくお願いします。はい。もう一気にやりますってことですいませんけど、まだ治りきってないんで、今日は勘弁してください。では、行きましょうか。はい。まあ、その前にですね。はい。今日、節分ステークスフィアーノ・ロマール見てたんですけど、トーンだね。5着。いやー、スタートしたね。 あーかかり行ってるわと思ったんやけど、河田さんさらに押してたからね。かかり行ってプラス押したらもう、消耗消耗ですわ。これ、ダメですね。おいおいつ、いうそうもあったんでしょうか。残念ですね。一番人気ですかはは。そうか。過剰人気だったかな。はい。人気なかったら顔置いてたんですけど、すいません。結局一番人気でした。ありがとうございました。はい。ということで、えー、立て続けに参拝いきましょう。 気を取り直して、レッチャゴーはい、ということで、まとめて3本行かしてもらいます。えー、今日のおさらい、おさらい、えー、箱根特別ですね。あ、ちゃうね。箱根じゃない、ごめんなさい。えー、節分ステークス。ごめんなさい。はい。えー、確か5着だったですか。5着やね。もうロジックライブ形でね、持ってあげるね。すいません。これ京都で買うってたやんやけどね。もうここで買ってもらうたら、もうつい旨みない。これ、もうええわ。はい。以上です。フィアーノロマーラ5着うーんー、ちょっとね。 ちょっとかかりいったね。わかりました。了解です。はい。んで、えー、とりあえず、木更木賞から行きましょうか。ほんま、さらっと言いますね。えー、木更賞は、はい、もう、等数も通数なんで、強等ですね。で、えー、だのまですって応援したかったんですけど、まあ、勝つなら現実見て、グローリーベイズかなと思いました。はい。もう、デムちゃん、ディープ、もう、以上、言うことはありません。前奏、500万。 えー、カウジヴァンガードに0.0秒差。もう文句ないですね。はい。中距離をクリアしてますし、京都来たところで問題ないと思います。能力値出てますけど、まあ間違いないこのまが1位だと個人的にも思っとるんで、はい。えー、京都を来てカルチャーショックがない限りこの馬でいいと思ってます。うん。まあ逆にですね、ただ、これ以上に売れてるダナンマジェスティがほんまにどうなんて話ですね。うん。アルワインの弟だけでこんなに売れるちょっと異常やね。 シンバーが派手に勝ち上がったからか、これ。データ的に悪いんやけどね。まあ、データが全てじゃないけどね、前奏。うん。おとなしさんのとこで松坂くんでしょ。まあ、そこは話おうてんやけど、重症一番人気で来るかちょっと明らかに今日のダブルカズカップよりはね、プレッシャーかかるんで。ちょっと人気ですけどな。俺こんなに逃げると思ってなかったんだな。もうちょっとグローリーベースが逃げてるんから思っててんけど。でもこんだけ支持する人がおるってことあれかなやっぱダノマジっすよ。強いんかなこれ。かもしれんね。うん。 ね、承知の上でこんなに凍ってるわけでしょ。う。で、こんなんね、一般素人が凍ったところで単勝図こんなに動きませんから、明らかに誰かが、えー、隠し持った上で思いもきりドーンって、どこぞの金持ちが凍ってると思うんでね。どうやろうね。もうこれ以上言いません。はい。まあ、うミューから出と思ってますけど。で、まあ、カツレッドレオンはディープとされておきましょうと。まあ、カがね、逆に美味しいよっていう方も言いますと、うん。ね。なめられすぎ、強度実績あるし、うん。前奏、重症2着ですよ。はい。ジャンダルも2着ですわ。これは確かになめられすぎや。うん はい、それは分かりました。3番って、えー、CT7 のはオーディエット L ですね。この舞台ね、京都線0 0 8っ、えー、てことで、えー、ね、マイルからの延長よりも、かつじとかみたいにね、えー。マイルからの延長よりも、えー、前も見ましたね。2000からぐらいの距離短縮ですね。この舞台ね。 はいスタートして直線長いんですけど先行争いが激しくないと、えー、スローからの一段の上がり勝負は結構多い舞台となってますんでそうなってくると前走ね 2000m 直線短い中、ね、スローからの上がり勝負、えー、最後負けましたけど届かんかったんですけどまあまああの競馬ができるこののが一番、えー、ベストかなと思ってますはいで前々走ね、えー、同じ京都18 0でタイムラインに負けましたけど一応2着なんで実績あるんでね問題ないと思いますはいうん オーデッドエールが来たら美味しいかなと思ってますね。あとはグローリーベーズ単勝ブッチするんでそこだけですね。はい。えー、木更賞以上です。すいません。そんな内容大事です。東京新聞班行きましょう。はい。東京新聞版逆に16度なんで、ちょっと幅広く行きますね。えー、っと、まず本命ね、えー、ちょっと言うてなかったんで、多分このまま、多分全く押してなかったと思うんですけど、リスグラッシューで行きますわ。えー、と思ったんですけどね、んうん。うん えって思ってますわ、多分みんなね。確か私、だんだんプラチナぐらいしか言ってなかった気がするんですけど。言うてましたかないつぐらし言うて。言ってなかった気がするな。うん。まあ、もう無難に豊かさん戻ってきましたし、もうこのま確かアルテミス買っとるんでしょう。もうそれだけでええんちゃうかなと思ってね。はい。秋山裁判の中でこのまが一番東京戦の国じゃないですか。まあ、キャグニーさんも言いますけど、キャグニーさん外枠行っちゃったんで。はい。アルテミス勝ちましたよね。あ、そうですね。しかも外から買ってます。なかなか強い競馬でした。ありがとうございました。えー、一番時計出てますし、明らかに、たた、え、休み明け で、叩いてくる感じじゃないですね。はい。もうこのままでいっちゃうかな。はい。対戦 DM 示してるように、やっぱこのままかいくらね、山菜は相手、ほとんどメインというでも、戦ってきた相手がやっぱ強かったんちゃいますか。うん。と思っております。対抗ダのンプラチナですね。はい。えー、富士ステークス並みの切れ味なくなったんですけど、まあ前走まくって上がる競馬しました。え1、ー、着取りました。上がり最速です。うん。まあ、2年前とちょっと切れ味違いますけど、どうでしょう。ある程度前目つけてくれたらね、このまま最後、 え前奏みたいに長く癒し使えるならダノンブラチナかなと思ってますはい安城田辺さんがん誰やったっけあグレータロンドンーろされた怒っとるんでこれ多分本気ですね田辺さんうん多分リベンジだザリベンジこれあローズステークスのモズカッチャン和田流並みにリベンジすると思いますこれうんすいませんモズカッチャンじゃないですラビットランでしたかありがとうございましたはいそんな感じですはいえー、3番手ダウはキャグにですねこちらが素得行っちゃったんでちょっとやめとこうと思って んですね、うん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 太鼓ぐらいしようかなと思ったんですけど、まあ、外枠全てじゃないんですけどちょっとこの舞台ねまあちょっと雨とか降ってちょっとバワがちゃうんですけどもうシンプルにねうち1から4枠でほんまに勝率バカ出とるんでちょっと5から8はほんまに返せるいなと思ってます素直に割り引でと思いますはい、まあ、スタートセンスの問題ですけどねはい車内ねちょっと今回枠あっ昇級戦士ね腐ってもうんうん いくら東京強いというてもカったんがまだサトのアレスなんでね。はい。そんなに、まだ東京マイルで重症、えー、この枠から晴れる馬かっちゅうと、個人的にはそこまで甘くないと思ってますわ。うん。で4番手にその1個裂けてサトのアレスですね。こちら枠順考えたらキャグにより有利ですけど、能力と暗示を考えたらキャグによりは下かなと思ってます。超維持、考えることありません。はい。あとは床や仲間たちが1、2、3、4、5、6と言います。うん。 で、まあ、去年見てたんですけど、え、ばですね、特にうちも悪くなく、え、外から刺してくるも長い直線でいますると、特にそんなね、う、えー、内外、どうのこうのっちゅう馬場じゃなかったです。まあ、シーていうのはちにこうしたことないんですけど、うん。枠順的にはやっぱ外がちょっと悪いかもしれないね、戦力やったらね。うん。ですね、長ければ長くなるほど、確かにうちを締めたままが確かに、ポジション取り良かった馬が確かに、構想してるなって感じはしましたけどね。 はい。白山のド,ドルフとクルーガーも押さえましたけど、この糸はもうちょっとババが変わってきたんでちょっとわからないですけど、とりあえずしぶしぶ後者なんで、ね、白山のド,ドルフ、クルーガーですね。ここら辺ちょっとババが絞った時に押さえてたんですけど、明日どうでしょうかってとこですね。電光案でもそうですね。アドマリーでもそうですね。はい。んなもんですかね。そんなに思い切ることないです。リスグラッシュ方面もいまだに私、 買えようと買えれるんで。はい。もうリスクラッシュできますけど。大体あれですよね。こういう時変にリスクラッシュを食らって大体チャーチャー言ってる私なんて。はい。リスクラッシュから買いますわ。理由、特にないです。もう、アルテミス買ったんという高さ、持ってきたお帰りってことだけです。うん。はい。特に、押すとこありません。で、えー、副賞生活ですね。はい。えー、今日の東京芝、えー、節分ステークス走りましたけど、まあ、これじゃちょっとね、さすがに、マイルと24はさすがにちょっと違う。展開が違うし。うん。 ちょっとちゃうなと。では、箱根特別見ましょうか、と思って。で、実はですね、えー、今回、1、え、頭、ー、ですね、探す前、実はね、この舞台がね、何、えー、て言うんですか、えー、準備体操っていうかね、一応、えー、予習ですね、の意味も込めてね、このレース見とったんですけど、一応適当に印は打ったんですけど、まあ、コルクワード強かったんで、コルクバードから流そうと思って。はい。で、まあ、適当に コルクアワードから流したんですけど、日、えー、2着にちょっとサンデームーティーがね、思ったより粘ってもうてね、わー思って、結局ワイドしか取れんかったわけですけど、はい。まあ、3、4、5着にね、まあまあまあ、ややあまだまが来てくれたんで、まあまあ読みは悪くなかったんちゃうかなと思って、まあ読みもクソもないですわ。えー、東京に読むややおも、 時計、冬開催かかります。まあ、ある程度時計入る時もあるんですけど、2、4なら、まあまあ、スローなりますわ、うん。大体1000メートルに、えー、2分、1分、2秒、3秒かかります、えー。むしろそれがミドルペースだと思ってます。はい。で、そこまで、えー、時計かかるってなると、もうね、超イージも捨てゴはい、もう捨てご、3頭と。ビンジャーね、吉場にはビンジャー。はい。で、トータル速化が3着来たわけですけど、トータル速化やら選んだ理由も超イージ。ダンスインザダークもう言うことありません、ね。左回り強いの分かってますんで。 はい。えー、それはね、ステゴとかより、えー、ステゴちゃんは左回り、左回り、シンボリクリスエスとかかなとかよりちょっと、やゆ、雇りますけど、ダンスインザ・ダークサンクって間違いなく人気は出ないですよね。どうも考えれば。シンボリクリスエスとダンスインザ・ダークどっちかいますかと、それはシンボリクリセスエスンクでしょう。ということで、まあ、このまね、左回りの適正もあったんで、もともとで。はい、選んだわけですから、まあ、このままが見事来てくれたっちゅう話で、はい。で、ここは、えー、今日学習しました。ばば。えー、最内、サンディムーテ粘って悪くなかったです。はい。外、 外過ぎたらちょっと厳しいなと思いました。はい。それを踏まえたんですけど。はい。結局それを踏まえたくせに、えー、今回の舞台、よりかまむしょうできますけど、東京に同じ舞台ですけど、えー、印打った、えー、馬は結局ね、はい。えー、外より外行っちゃったんですけど、えー、イエスとじゃありません。この馬で行きたいと思います。注目の一頭ですね、はい。ドレークですね。うん。えー、まあ、ルーラーシップ3区っていうことで、えー、舞台、この舞台向きますね。 はい。見ときましょうか。確かルーラーシップ良かったはず。えー、毎回言ってません、ね。これ特徴ないと失礼ですけど。えー、特徴ないと失礼やな。うん。こういうジリジリというとこね。はい。結構スタミナ消耗する。ジリジリとしたとこでルーラーシップ活躍します。はい。もう超いいはい。で、このデータ、あれどっかでなんか若干リンクするなーって方いると思います。私が得意ってか好きな舞台ですね。得意ってか好きな舞台。はい。中京22やね。はい。こことマッチしますと。うん。ここすいません。私買いました。 ここ私、あー、こうたあれすいません、ちょっと待ってくださいね。これ私買いました。中距離1200あれ今年のちょっと待ってくださいね。買いました。あ、ドレーク本命売ってるねあー、あーなんかそんな言ってた気します。これも確かルーラシップ3空でジリジラシ使ってるしと思って、こう、藤岡ケイティさんやし乗り換えやし人気ないしと思って。あ あこれリアルにも驚いてます。そういうことですね。あじゃあ考え方一緒ですわ。中京22と東京24。え、中京22ね、よく言いますと中京2000とあんまりリンクしませんよとかね。で、まあ、スプマンでの時は強度2000で、えー、実績あるのが来ますよとか、いろいろ言ってきました。中京2200について、うん。今回のポイント、えー、その中京2200足がかりに。はい。中京2200は、まあ、時期にもよりますけど、この時期やったら東京24。マッチプレイでしょ、これ。ちょうどマッチングこれ。 これはね、裏付ける証拠がね、まあ、証拠言ったらですけど、あるんですね。はい。えー、東京24。 まあ、ダービーとは違いますね。ダービーはね、もっと時計早いになるしね。やっぱりね、GRA のおじいちゃんおばあちゃんがしばがーがやってくるんで、ローランバーバーバーやってくるんで。はい。その時期じゃないと。えー、この時期まだ時計かかるって言いました。じゃあその時期にリアリーなんですかってしかも3歳のまだこれは、えー、はかかるしこれさ。うん。まだ皆さんがタフな競馬になりますね、東京に。はい。そのタフな競馬とリアリーなレースって言ったらね、このアー場所ですね。こちらがね、えー、3歳でまだね、そんな力、まだね、完成しきってないのに一番、 一番言ったら失礼ですけど、一番って言い過ぎな、まあ、タフなレース。東京の中でもタフなレース。はい。あの、ダービーとかと違ってね。はい。えー、なかなかこの舞台とアーバはなかなかしんどいレースになってます。はい。じゃそうなってくると何がさっきのヒントやったかっていうと、まあ、アーバは去年も言いました。もう超イージー、もう毎年イージーです、最近。はい。アーバシーも超いいです。まあ、この時期とババ,バがま、完全にマッチするかはちょっと別として。うん。アドマイミナーは去年、えー、確か、ね、穴もまってました。うん。 はい、このままどこ来ましたかってこれ毎年言うてますわ、これ。私は個人的に毎年売ってはい。大寒桜賞ですかはい。こちらで明かりつかった1着。もう超いいじゃん。はい。考えることない。もうこれでね、もう毎年来てるんやね。はい。次。ね。2着来ました。レッドアイアロディストですね。はい。こちら。はい。大観桜上がりさせて1着。もう、もう考えることないで、これ。はい 3年前、はい。タンターレグリア、来ましたね。しかもこれがね、思いっきり人気出ないんですね。やっぱりね、王道の舞台が来てないんで。はい。大寒桜、上がり最速、1着。はい。もう考えることで、4年前、小7軍大外1期。あれ、あれと、ワールドインパクトですかこれ来た。そうですね。ワールドインパクト、一番人気でしたけど、1着、中級にしなく大寒桜、もう超持はい。で、これが、えー、か、えー、過去5年ですね。はい。5年とも、 もうケ、OK、ーです。えー、平僕 d ィー p の時もそうですね。はい。えー、確かこの時は、えー、7番ですかラストインパクトが、えー、確か大座クラッシュ1着の後の馬券絡んでると。ということで、過去5年で、アガエ最速で1着ののが、すべて馬券絡んでます。はい。これは波ワでもう一回学習しておきましょう。誰が今年走るか知りませんけど。そろそろ傾向ばれてるんで、人気がどうなんでしょうということなんですけど。はい。ちなみに6年前は確かこのデータはなかったんちゃうかな。の目のかったレース。確かなかったはず。 うん。ない。えー、中京が、大韓桜がなく存在しなかったか知りませんけど、ありません、ガイド。ということで、過去5年で、さっきも言いました、中京2 2 0 0から、えー、買ったまが来てますと。はい。昇級戦関係ないです。はい。もう、それ踏まえたら超一。はい、えー。あの場所、ね、一番結構、1枚あれですけど、スタミナかかる大寒桜で買ったまたちが、東京に4もマッチするということで、やっぱ左回り、えー、四角回ります。はい。タフなレース。はい。中京に。 にマッチすすると言えばやっぱりこの舞台ですわ超意地。考えることない。で、中距離の2200なんか特殊なとこ使ってきたものこの馬しかいませんよそ。そらそらそらやね。うん。で、まあ、イエストとかね、人気出ますけど、多分この馬そんな人気出ないでしょ。もう、安城と、うん、ソト引いクヒし絶対人気ね。6番人気ぐらいに。6番い,いいかな。六番人気ぐらいなと思いますわ。キングスバリューとかね。えー、ウランスチャームとかが戸崎さん乗ってますし。うん。これ考えたら、アダキングもいますでしょ。これ考えたら五6番人気。6番人気ぐらい幼いかな。 ともとるんでね、大ー的にチャンスです。来るかどうかは別にしてね、買う価値はあると思いますわ。こんなん、毎年、こんなんおらんので、ね、ピンポイントうん。これからもね、東京24チャンスですよ。中京2 2 0 0円勝ち上がったもんですよ。えー、はい。チャンスだと思っておるんで、まあ、買い続けてそうはないと思ってます。来るかは別にしてね。はい。はい。ということで、えー、今回は、えーっと、おさらいどうでしましょう。木更木賞とかいいですかゆりかむむむしょうも、即将生活の一等はドレークでいきます。 はい、東京新聞杯ですけど、まあ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 、データ見る限り、うちに越したことないっていうことで。はい、ピンクらへん割引しちゃいました。キャグニーさんとかで。はい。で、まあ、アルティミス買ったリス・グラッシュですね。もうここで行きましょうか。ちょっと、結構、オッズ示す通り、結構ね、うちゃうちゃしてますけど。はい、10万円のクイですけど、本命、リス・グラッシュ3万、対抗、ジャノン・プラチャー1万、単勝顔って3連複を手広くですね。なんとおんねん、これ。123456、10と。 え、10頭か。500円しか動てませんけど。穴が来たらまあまあ着きますわ。はい。えー、これね、たまたまなんですけど、これほんまたまたまですよ。たまたまなんですけど、えー、馬場ね、パーパーパーって拾ってって、よう見るとね、はい。これね、もう、三連服のワークボックスですね、これ言うたら。はい。ということでね、たまたまですけど、5色で揃いました、これ。おめでとう当たったこれ。おめでとう。 はい。ということで、えっと、赤と緑とオレンジ来たらあかんってだけ叫んでおきます。あとはどうでもいいですわ。はい。すごいこれ。ちょうどや。ちょうど5色10、10頭すごいで、これ。なかなかないこれ。焼く0万や、これ。何が焼く0万や、これ。はい。わかりました。了解したありがとうございました。はい。 で、えー、キサラギ賞ですけど、こちら G3 でもデムタラってことで、もうデムちゃん買っときましょう。はい。えー、馬能力1位なんで、とりあえずディープインパクト買えばいいんですってことで、もうデムちゃんですね。はい。えー、前作500万はね、良かったんで、もうこうですね。はい。 で、こちらもシンプルにデムちゃんの対象とりあえず重めに置いといて、もうとりあえずデムちゃんの対象交渉だよってこと分かったんで、あと3連符ボックスごとで買います。はい、こちら超いいです。はい、そうしてですね、はい、お待たせしました。副賞生活も第7弾いっちゃいましたけど、結構最近厳しくなってきました。風向きが結構ね、中京終わってから結構厳しくなってきました、ね、これ。 はい。明日も東京で行きましょう。よりかもめ賞ってことで、ドレークですね。一応、中京つながりってことでリンクさせました。はい。えー、ア賞ショーが大観桜賞ショー経由で、えー、過去5年、えー、5回、5頭一着馬が5頭とも絡んでるんですね。なかなか珍しいデータだと思います。うん、なかなか珍しい。うん、多分、そうやった気がする。はい。 まあ、えー、暗とね、枠順は話を合てないんですけどね、戸崎 KT さんじゃないし、まあ、ただね、藤イ KT さん前走、まあ、中京ですけど、一応乗ってたんで、勢いを追ってると思うんでね、中に週ちょっとそこだけ不安ですけど、東京来てね、輸送がどうなんかなと思いますけど、はい、実績から見たら、えー、この方が東京に用、今の東京に用に向くと思ってます。で、行きます。はい。で、ちょっとまたね、えー、喋りすぎて喉痛いん、ね、ですいません。またお休みいただきますんで、よろしくお願いします。はい、ということで、まとまた3問行きましたけど、以上で終わらせてもらいます。ご清聴ありがとうございました。